カドキーの戦いは2、インドのカドキーにおいてイギリス東インド会社とマラーター王国との間に行われた第3次マラーター戦争の戦闘。第2次マラーター戦争終結後、1817年6月にイギリスはマラーター王国最小バージーラーを2世に対しマラーター同盟を未定解体させるに等しいプネ条約を締結させた。バージーラーを世はこの条約に しぶしぶ調印したが、イギリスと、再び先端を開くことを考えるようになり、密かに兵員を招集するようになった。11月5日、ついに、マラーター王国軍は、イギリス駐在官邸のある、プネー近郊のカドキーを攻撃した。マラーター王国軍は、バープーゴーカレーを首相に、モーローパントディーク氏と、アーナンドラーオバーバル、ビッタルラーオビンチューカル、ゴービンドラーオゴールパデー。 ヤシュワントラーオゴールパデー、トリンバクラーオレートレーカル、シャイフミーラージュ、バヒルジーシータレー、アッパーデーサーイーニパンカル、ナローパント、アープテー、バマンラーオラーステー、チンターマンラーオパトアルダンなどの将軍が率いていた。これらの将軍はそれぞれ騎兵、不評を保持していたが、砲兵隊は、ダクシュマンラーオパーンシェーンが率いていた。この軍勢は、騎兵2万人、不評8千人、 大砲28門で構成されていた。一方、マラーターの大軍に対して、イギリス軍は3000人だった。この軍勢は、騎兵2000人、不評1000人、大砲8門で構成され、そのうちヨーロッパ兵は、現地兵の10分の1であった。まず、ビッタルラーオビンチューカル率いる、別動隊がエルフィンストーンの邸宅を襲撃した。だが、エルフィンストーンはすでに逃げ、 カドキーの軍勢と合流しており、無駄であった。その後、彼らは、イギリスのすべての兵舎を燃やした。これに対し、キャプテン・フォードが攻撃をかけ、マラーターの軍勢は押され、君となった。この時、イギリスの一隊が攻撃に夢中となり、本隊と離れ、バープー号ーカレーは、騎兵6000人をもって、攻撃をかけた。だが、ブル大佐がこれに対して攻撃するように命じ。 マラーター軍の騎兵は混乱し、突撃はされた。その後、マラーター軍は500人の死傷者を出して、改装し、イギリス軍の勝利が決まった。そして、イギリス軍はその勢いのまま、11月17日に、プネにある最小の宮殿車にはあるワーダーを占拠した。ありがとうございます。